今日はトイレについて発明プロジェクトをしていきたいと思います。なんでトイレやるのってところで言うと、私もそうなんですけれども、トイレって結構いろんな人が困ってるんですよね。トイレは外出するのにとっても重要なポイントです。誰もが出れる街づくりにはまずはトイレ。当事者の意見を反映するとどういうトイレになるんだろうみたいなとですね、この人権プラザから発信できたらいいなと今日ワークショップして、で皆さんのアイデアでですね、改善しつつさらにブラッシュアップしていけたらなと。今11歳の娘がいて、筋ジストロフィーなんですけれども、おむつをしてます。で排泄するときは便座に座って、でおむつもしてるっていうパターンなので、トイレの中に便座を使う機械とおむつ替えをするのにベッドが必要なユーザーなんですね。なので一般的にユニバーサルシートっていうのはあまり聞いたことないと思うんですが、赤ちゃんベッドではない大きなベッドが備え付けられている多目的トイレではないと用を足せないというのがあります。人権プラザさんのトイレを拝見したときにベッドがなかったので、うちの子ここに連れてこれない。なので例えばベンチ型の簡易的なものでも備え付けであったり、もしくはスペースの問題があってベッドが取り付けられないのであれば、例えばここにスペースがあるからここでおむつ替えできますよという案内パネルをつけていただく。じゃあここで変えられなくても、この同じ敷地内のここでは変えられるんだということで安心して過ごすことができるので、そういったことがこのトイレで改善されるといいなって思っております。僕は頚椎損傷といって腹筋背筋もないので、横かかって座ってるだけなので、結構手を前に出すと保ってられないんですよ。なのでやっぱ手洗う時とか結構角度が決まってるんですけど、水がちょろちょろっとして出なかったりとか、あとセンサーがうまく反応してくれなかったりすると出なかったりとか、カテーテル洗ったりとかする時とかセンサーだと水がなんですかね、すぐ止まっちゃって、いやちょっとそこはもうちょっと流れててほしいんだけどとか結構ありませんかねセンサー結構厄介な時があるんです。水道はどういう感じだといいんですか？もうちょっと水いっぱい出てくるんですよ洗うには足りない水量って多いかなしっかり洗う。逆に自動で強すぎる水道も多いかな、でそのセンサーを探している間に石鹸に触って、で石鹸のセンサーが反応して洋服に泡がついてしまったりするんですね。だから勝手に出られるのは実はちょっと困るだから例えばその、センサーがあるのであれば、水、石鹸、乾燥とかって順番を統一してほしい。私は片手しか使えないので、一番やりやすいのはやっぱ昔ながらの、下から押すやつで出てくるのはできて、で親指で押してこう4本の指で受けるみたいなのしかできないんですよね。ちょっと私のことではないんですけれども、友人が半年ほど前に直腸がんになって、ストーマ、人工肛門になったので、ちょっとその友人から今日こういうトイレだったらいいなっていうこととか課題を聞いてきたので、お伝えできればなって思うんですけれども、ロールがあってかぶってるところに、なんかプラスチックで軽かったりとかギザギザがなくってなかなか切れないものとかがあって、でやっぱ片手でピッて切れるものがいいというふうに言っていました。そういう重いものとかギザギザがついているものがいいというふうに言っていました。外見ではストーマーの人ってそのストーマーかどうかってわからないので、そのまたその多機能トイレって結構車椅子の人のためみたいなイメージっていうのも多いと思うので、そもそもマーク見ても何のことかわからない人も多いと思うので、もう少しそのオストメイトのこととか外見ではわからなくてもトイレを必要としている人がいるんだよっていうことを伝えることができたらなっていうふうに思いました。
聴覚障害の場合は、まあ、見えるし動きも自由にできるのでトイレの使用はほとんど困らないだろうっていうふうに皆さんも思うと思うんですけれども、トイレって実は究極のプライベートゾーンじゃないですか。入ってほーってする場所だと思うんですけど、私たちにとっては一番落ち着けない場所で、個室がゆえに壁に囲まれているとその一枚壁の向こう側で何が起こってるか誰かが来ててもわからないし、非常ベルが鳴ってもわからないしという状態なんです。で私は普通の多目的じゃない普通のトイレを使うんですけど、座ると手を伸ばして壁を触るんです。ドアを触る、ドアを触ったまま用を足す。なぜかというとノックされてもわからない、何か緊急事態が起きていてもわからないということなので、まあ、可視化する問題点はあるかもしれないんですけど、中も外も状況が少し分かるようだといいなと思って、非常ベルとかが鳴っても個室にいると全く私たちには気づくことができないという点があるので、例えば緊急時は照明をチカチカつけたり消したりするとか、そういうことをすることでこう普通の照明具が非常ランプの代わりを果たすということも可能なのかなというふうには思ったので、その点は既存の設備を工夫で伝えなきゃっていうふうに使えるのかなと思います。ドアから便器までが遠いとそのコンコンされる怖さは私もあります、うんうん、それと開いてるか開いてないかが、ドアが閉まってると人がいて中に入っていて鍵が開かないのか、人がいないのに閉められちゃってるのかがわからないので開けようとするんですね私たち、うん、だから人がいなければオープンにしといてくれればいいんですけど、皆さん結構閉めるのでいつまで経ってもこのトイレは中に人がいると思って待ってることが多い。ここからですね、皆さん一旦トイレを見に行きましょうと。カテーテルをやられてる方とか、衛生的にこの場で手を洗ってからやりたくて、なるほどなるほど、なぜここまで電池がついてるのにここだけないのかっていう、綺麗で明るくて素晴らしいトイレと思ったら実は良くないんです。明るすぎるんです、LED のダウンライトで下でいると落ち着かない、適度の明るさもしくは、ダウンライトじゃなくてなんか、光を隠すようなライトで、ほんわかしたライトでもいいわけなんで、それはちょっと配慮した方がいいんじゃないのかなと。例えば知的発達障害の人があの部屋をカウンダウンするときに使うことがあるんですけども、落ち着かないんじゃないかと。さっきちょっともう少し抑えた方がいいんじゃないかっていう声もあって、それもすごくその発達障害とかロービジョンの方って分かるんですけど、ストレートの方がここの腹部が見えないと逆に困るみたいな方がいて、こうちょっと四隅のところから照明が当たると腹部に当たって助かるトイレがあったなっていうようなお声をいただくことがありました。いろんな人がたくさん来てもらうっていうところで、一つ簡単にできる、補助犬のトイレを済ませた後のペットシーツを捨てるゴミ箱が欲しいです。おむつ替えシートがあったんですけれども、おむつを捨てるゴミ箱がなかったんじゃないかなと思いました。多分回収していただいて簡単なペーパータオルを捨てるゴミ箱はついたんですけれども、その分大きいゴミ箱がなくなったのかなと思います。そこまで大きくなくていいんですけれども、おむつと、補助犬のトイレのペットシーツを捨てられるゴミ箱があるとすごく嬉しいです。まあ、でも同じく大きいおむつになってくると同じようなニーズがあるので、聴導犬だけじゃなくて、幼児期以降のおむつで、あと高齢者の方のおむつの捨てるっていうのも同じニーズになってくるので必要かなっていう。
ウォシュレットにとかも全部展示があったのに、非常ボタンだけ展示がありませんでした。これあるあるですね。で、あるあるです。で、私たちは展示がないと、このボタンはどっちで、ちょうど流す位置にあるボタンなんです。当然なんですけど、当然非常ボタンなので押しやすい位置になきゃいけないから座って左の手でちょうどいい位置にあるんですけど、展示がないのでどうしよう、行くよ行くよ、せーの、ビー、やっちゃった。あるあるで、何度も大丈夫ですかって来られることは10のうち8ぐらいあります。そんなに自宅のトイレだったらいろんなあの、強めとか弱めとかいろんなボタンあってもいいと思うんですけど、パブリックはもう流すとか、なんかもう本当にこうシンプルなものを1個とかっていうぐらいに、いい、まあ分かりやすくすることが大事かなというふうに思いました。以上です。例えばボタンの形を四角だったら何とかで、丸だったら何っていうような形にすれば、点字をつけなくてもそれが統一されれば子どもでも分かる風な形になっていくんじゃないか。実は点字が読める視覚障害者って2割しかいないです。外だとやっぱり点字を読んでるのも初めてなので、いちいちそのウォシュレット台とか章とか長い文章は読みたくないので、今言ったみたいに流すボタンは三角、それから非常ボタンは丸に点とかザラザラとか、何かその触っただけで分かる形状をあの統一規格してくれたら、点字が読めない人でもなんとかなると思います。音声案内みたいなのがあってもいいよねっていうお話をされてて、まあ、確かにそれも一つだなと思いました。サービスエリアには音声案内のついてる多目的トイレっていうかあるんですね。入ると喋り出す、見えない人だけじゃなくて、日本語の後に英語が流れるので外国の方にも使えたりとかするので、見えない人ターゲットだけではない。なんだっけ、フィッティングシート。ああ、そうです、そうです。あれは何だろう。基本的に見えない人があそこに行くと、多分ちゃんと勝たしてくれてなければつまずいて転ぶ。それとフックが目に当たる、顔に当たる。ちょうどね、ちょうどこうなんだろうって触ってると顔のあたりにあれ痛かったので、多分近づきすぎると危ないねっていうお話をしてました。ちょっとやっぱり一緒に見ててすごくこれ本当にぶつかるなって、あそこだけは、その他はまあみんながちょっとずつ我慢すればいいのかなっていう部分で、でもあそこ怪我するなってちょっと思ったんですよね。となるとどこにつけるのがベストですか。なくすのがいいのか、それとも位置を変えるのがいいのか。なくすことによって他の人が困るのであれば位置を変えた方がいいんですよね。と、なんて言うんだろう、壁に くっついてる S 字フックみたいな感じ、ぶつからない、ペコってペコって折りたためる、折りたためるよ。使う人が引っ張りパクって倒してかけて取ったらバクンって戻っちゃうような。電動車椅子の方で割と手の握力というか手先がすごく動かない方が、折りたたみフックがもしかしたら非常に使いにくいかもしれない。でもその人たちがやりたいことは荷物を置きたいことなんです。だからあの折りたたみフックは反対ではないんですけど、荷物を置く場所とセットでちょっとこのどっちを採用した方が得策なのかを整理した方が良さそうだなと思いました。電動車椅子の方はやはり高い位置は無理な方が多いので、低い位置でそのどのぐらいの荷物をかけたいかっていうことですよね。あとロービジョンの話で言うと、
壁と床面が白くなっていてすごい綺麗なんですけれども、逆に言うと床と壁が区別がつかないんですね。で、要は壁にぶち当たってしまうようなことがあるんで、できれば床面は、色を変えた方がいいんじゃないかと。床と似たようなシルバーに白い床だと手すり見つけられないんじゃないかな、ロービジョン。だから手すりの色も見やすい色に変えるとか、多分コントラストがあればなので、まあ白と黒だとちょっとあまりにもパキッとなんかね、今度はなんか反対側に触れそうなので、でもまあグレーとオフホワイトとか、そこのコントラストが効けば、はい、そこをもしカラフルにしたかったらそれでもいいと思います。娘のもうなんか2歳ぐらいの時のおむつ替えとかでコロンってよ寝るのが嫌々になると、立ったまんままおむつ替えることあって、まあフィッティングボード使ったりするんですよね。そうそうそう、タッチするようになった子供の時はあそこでおむつ替え、履くパンツ型のおむつ替えはあそこじゃないと逆に危ない、あのベビーベッドの上に立たせるわけにいかないので、あれは超本当に一定の時期ですけど、数年それが言いたかった助かります。だとしたらママバッグは多分私ならあそこのベビーシートの上にボンって置いちゃいます、なのでかけないかなっていう。フィッティングボードは折りたたみであると使える人はいる、フックはなくてもいいかもと思いました。この際フィッティングボードとおむつ台をなくしてユニバーサルシート入れませんか賛成ですそしたらおむつ替え、立った状態でおむつする子もそこで靴を脱いでいただいて、低い位置のベッドなのでそこでおむつ替え、立ったままでそこにも荷物置いてやってっていうのも。パウチでトラブルがあってちょっと変えるって緊急性の場合はやっぱりさっき言ったベッドみたいな方が、それで座ってやった方が多分できますね、立ちっぱなしより。あとですね、ユニバーサルトイレのユーザーの候補が増えて嬉しい今のベッドの話で付け加えますと、排泄じゃなくて、インシュリン注射をする人とか注射をする人が、ベッドを使いたがるんですね、座ってちゃんと落ち着いて、注射をしたいと。で、その辺で注射をしていると、他のことをやってるんじゃないかと思われるんで、やっぱりトイレとかでやりたいと、閉鎖された空間で、なんでベッドの必要性っていうのはそういうもっと多様性があるということを言っておきたいと思います。以上です。どんな人でもウェルカムできるようなトイレをこの人権プラザで開発しようと、いいトイレにしてウェルカムにして人権プラザさんにいろんな人が来ること、まさにそれがウェルカムということですね。